かわいそうなピート。ピートは大の虫嫌いで、地球上のどこかに全く虫が存在しない場所を見つけたいと望んでいます。数年間に及ぶ研究と旅の結果、ピートはついにその場所を発見。南極大陸です。この地を訪れたピートは、寒さで虫が生存できないと確信しました。はぁ、しかしピートは地球上のすべての大陸に昆虫がいるということを知らなかったのでしょう。とはいえ、ある意味ピートは正しいと言えます。南極大陸にはほとんど昆虫が暮らしていません。実際、この地を生息地と呼ぶことのできる昆虫は1種類のみ。羽を持たないユスリカの南極ユスリカです。この昆虫は極小ですが、南極大陸では最大の陸生昆虫なんです。さて、地球上で完全に昆虫から逃れられる場所がないということはお分かりいただけたでしょう。ただし、これは 100% 正しいとも言えません。皆さん、水泳は得意ですか？なぜなら、地球の表面で昆虫が暮らしていない唯一の場所は海なんです。昆虫はなぜ海をひどく嫌うのでしょう？はっきりとした答えはまだ分かっていませんが、一部では食べ物や保護を提供してくれる植物が欠落しているためであると考えられています。昆虫たちは巨大スパイネットワークでも持っているのかもしれません。複数個の耳で聞き耳を立てているためです。ただし、昆虫の耳の多くは頭以外の場所にあるんです。羽、足、腹部や首に耳を持っている昆虫も存在します。昆虫の多くが孤独な暮らしをしていますが、家族を形成する昆虫も存在します。例えばクロツヤムシ、彼らは家族に似た集団を形成するんです。このような環境では両親が働き、子供を育てます。さらに、自分たちだけの特別な言葉を持ち、キーキーと鳴きながらコミュニケーションを取ります。昆虫はある程度の高さから落下した場合、怪我を負うことがあるのでしょうか？昆虫という被験者は複雑ですが、仮にアリを例にとってみましょう。アリは落下ダメージを受けませんが、これは体が小さいということが理由なんです。多くの昆虫は数キロの距離から落下しても無傷でいることができます。この理由に関しては数学や物理学が関係しています。もちろん昆虫自体は気にもかけていないとは思いますが、端的に言えば昆虫の体重は軽すぎて激突した表面からの影響をほとんど受けることがないのです。昆虫が落下しても速度は上がるようなことはありません。むしろ速度が落ちるのです。軽い体重からすれば、アリには比較的大きな表面面積があると言えるでしょう。そのため、空中移動中にたくさんの空気抵抗を生み出し、フライトの後半には速度をかなり失うことになります。アリといえば、地球上にはどの瞬間をとっても常に1000兆匹存在します。人類の人口を73億人として考えると、人間1人につき140万匹の計算です。このように考えてみると、地球はどちらかといえばアリの惑星といえますね。宇宙飛行士のヘルメットをかぶった見栄えはなかなか想像できないかもしれません。見栄えは宇宙に送り込まれた初の生物。時は1947年、 V2 ロケットに乗って地球を出発した見栄えは200秒で上空110キロ地点に到達し、パラシュートで地球へと帰還しました。昆虫によってはこれほどの幸運には恵まれていません。例えばイモムシには合計12個の目がついているのに、実質盲目なんです。イモムシの単純な目では光と闇を見分けることができません。そのため、目の前にあるものの明確な姿を捉えられないのです。いやいや、メガネなんか役立ちませんよ。昆虫によってはデートにかなりの労力を費やしています。いい例を挙げるならカワゲラでしょう。メスを魅了するため腕立てに励むのです。蝶が足で環境を味わっていることはご存知でしたか？聞き間違いではありませんよ。蝶の足には食料を見つけるために役立つ味覚受容体が備わっています。そのため、葉の上に降り立つことで味見をするのです。蝶は植物にイモムシが食べられる食料が備わっているかを吟味してから、その場所に卵を産みつけます。しかし、噛みついたりすることができない蝶はどのように食事をするのでしょうか？蝶たちが使っているのはチューブのような見た目の糞と呼ばれる長い舌。噛
過蜜などの液体を吸い取るために役立ちます。こちらの器用な昆虫のご先祖様は恐竜が誕生するずっと前から地球上に存在していました。化石の記録によれば古代のバッタたちが初めて現れたのは3億年前であるということが分かっています。昆虫はロック好きという話を聞いたことがありますか？シロアリに関してはある意味このジャンルの音楽を好みます。シロアリは周りにある木の種類を把握するために木を食べるのです。このために利用されるのが振動。振動は最高の食料を見つけるのに適しているからです。ヘビメタやロックがかかっているとシロアリは通常よりも素早い速度で木を咀嚼することができるのです。ブラームスやバッハでは速度が落ちるんですかね。あるいは寝落ちてしまうのでしょうか。こちらの昆虫は見分けることが難しいでしょう。かくれんぼの天才で歯のような見た目をしています。このハムシは進化の過程で目の前で捕食者から隠れることができるようにとこのようなカモフラージュ技術を発達させていきました。前後に揺れて風に吹かれた葉を再現することもできます。自然界にも天気予報士が存在します。蚊のコオロギです。コオロギはいわば温度計のような働きをします。コオロギを利用し外出先で外の気温を知ることも可能です。1秒間に聞こえるコオロギの鳴き声をカウントして4で割り、その答えに40を足してください。これが歌詞でのおよその気温です。コオロギは特徴的な鳴き声を持ちます。コオロギは鳴き声を利用してメスを引きつけたり縄張りを守ったりするんです。そうなんです。同じ鳴き声で引きつけることも追い払うこともできます。ガーデニング業に興味をお持ちの方、テントウムシの導入をご検討ください。テントウムシは他の昆虫を食料とします。植物にとって有害となる昆虫を排除してくれるのです。見栄えや他のハエを牽制します。テントウムシは1年という生涯でおよそ5000匹以上の昆虫を摂取するんです。それではここで働き蜂に関する面白いデータを見てみましょうか。働き蜂の羽は1秒間に190回羽ばたくことが可能。数学なら任せてくださいね。1分間に1万1400回の計算です。すごい運動量ですね。蜂にはこれだけの力が必要なんです。蜂のコロニー1つにつき毎年約100キロ分の蜂蜜を生産します。これは蜂蜜瓶220個分に値します。自然界の工場と言えますね。しかし蜂は利益の出し方を学ぶ必要があるでしょう。経済活動は蜂の本能にはプログラムされていません。蜂に関する面白い情報といえば、蜂の巣の温度は外の天候に関係なく常に93度程度に保たれています。蜂の巣は環境を遮断することが得意なんです。さらに蜂は食事用と蜂蜜貯蔵用の異なる胃を持っています。食事中には蜂蜜作りをしないということですね。さてまだ動画は終わりではありませんよ。クモに関するトリビアをご紹介いたしましょう。クモは他の昆虫から農作物を守るのにかなり貢献していますよね。こう考えてみればクモにも感謝しなくてはいけません。クモは視力も抜群。人間が見ることができないような光を感知することができます。例えば紫外線 A 波と紫外線 B 波。クモのスーパーパワーといえば、クモの糸には同じ厚みの鋼の糸の5倍の強度があります。一部の科学者によれば、もしクモが人間ほどの大きさだったらクモの糸は飛行機程度の物体を止めることができると考えられています。クモの糸はもともと液体ですが、空気にさらされることで硬化するんです。クモは硬化でアリのように進化していきました。なぜでしょう。この方が捕食者の回避や食料の狩りがしやすいためです。クモは羽を持ちません。しかし飛び跳ねることができるクモは自分たちの体長の50倍の距離を移動することが可能なんです。クモのことを考えていたらなんだか神経過敏になってきました。皆さんは大丈夫ですか？